久保さん昨日ですね、ライブ、僕メンバーシップ限定のライブやったんですけどこう、iPhone 13でやってみたんですよ、単体で。めちゃくちゃ良くて、画質もいいし、でん電波も安定してて、すげえなぁと思いましたね。いいやんと思ってね。<laughs> そうまあ、今後はちょっとライブ放送、 あの来年からね、裏メルマが限定でライブもちょっとやろうかなと思うんですけど、ちょっと iPhone でいきます。<laughs> iPhone で <laughs>、うんう。うん。で、まあ、お金、まあ、僕もね、まあ、あの、まだ、まだ買う、買う、ま、買うまではいかないけども、絵の価値っていうのはわかる気がします。 買わないですけどまだ買わないですけど <laughs> 要はその結局絵っていうのはうん久保さんが言うとおりその受け取り手の価値なんですよ絵の価値というよりかは受け取り手の価値ってことですよねだからなんかお金の勉強し,しなかったしていなかった頃はものの価値で決めていたっていうことですよね その市場の価値だったりとかあみんながこれがいいっていう価値大衆の価値市場の価値が価値ではなく本当の価値っていうのは、まあ、億万長者でも出てますけど内なるものっていう自分が感じるものですよね内から出る価値っていうだからそ,それで物事を判断できるようになってくると 人生は豊かになうんそうんだろうなうん実際そのまあ自己啓発セミナーとか特にそうなんですけども自己啓発セミナーにはまってねでいっぱいお金を使ってる人もいるわけですよ高額ですよねでも その人にとってはそれが幸せ、まあそれそれで別に収入が買わらなかったとしても、あのそれで満足する、その人のいいな、そのセミナーに行っていいなみたいなね、一体感だったりとか、仲間だったりとか、なんかそ,それが面白いみたいなね。うん。人それぞれ、まあ価値っていうのは違いますから。うん ただまあ、僕は現実は変えた方がいいと思いますね。うん。現実も変えるし、現実も変える。収入という現実も変えるし、心も変えていくっていう。だから料理に変えていった方がより豊かになると僕は思いますね。現実も変える。そして心も変える。これが一番いいんじゃないかなと思いますね。うん。そうすると、結構その、道溢れるというか、うん。 そうするるとより豊かになるなんでそれより豊かになるかっていうと道ち溢れるんで水がこう溢れるんで溢れた水って分け与えられやすいんですよ。うんた価値た。例えばインスタグラムなんか特にそうで写真ってそうじゃないですか。あの動かないし受け取り手の価値ですよね。綺麗だなと思うか思わないかっていう。 僕インスタ56年続けてるんですけどそれは空を見てね綺麗だなとかあこれもこう撮ったら面白いなとかうんなんかそれを感じれるからそれをシェアできるんですよだ昔そのインスタのセミナーやった時に空ぐらい撮れるだろうっつってねそういうフレーズでねいやポケットから出して3秒でスマホでずっとスマ僕基本 なんだその当時はスマホなんですよ最近は一眼レフで撮るやつもありますけどもまあ当時セミナーやってた頃はもう全スマホなんですよねだポケットから出して今空みたいなねなんか空なんか撮れるでしょうとでも多分あのー、そのセミナーに参加してそのセミナーやったのは4年か前ぐらいなんですけど未だにインスタ投稿してるのは多分僕だけですねで結局感じたのがあ空も撮れないんだなっていう 3秒でできるのに、3秒でできる行為ですら、やっぱできないんだと。それはんでかなと思ったのが、やっぱその、感じれないってことですよね。うちから出るものがないっていう、花を見て綺麗だなと思えない。うん。だ前、その、億万長者合宿のやりとりでもやってましたけども、言ったような気がするんですけど、あの、世界に一つだけの花っていうね、マッキーがね、あのミリオン、もう相当売ったと思うんですね、あれ。 世界に一つだけの花まあ今の子は知らないかもしれないですけど、あれ相当、まあスマップさんが相当売って、で、その、なんか、マッキーも出てきてみたいな。あれ多分、あれだけで500万ぐらい売ったんじゃないですか ?500 万枚ぐらい。わかんないですけど、相当すごかったと思いますね、あれは。まあ,のあ、だってあの歌手が、なんかのけ先に並んだ小さな花を見ていると、みたいなね。 どれもみんな綺麗な肌だなみたいな <laughs> まあ,ありきたりなんだけども最初の冒頭ねありきたりなんだけどなんかすごく感じるものなんか伝わるものがあるからなんだろうなあの売れたんだと思いますしまあメロディーも良かったと思いますけど多分あれは歌詞が非常になんかあの響くものがあったんじゃないかなとでもその響くものがあったんだけども短編的に見ると 非常にそんな、なんか大した歌詞じゃないんですよね。なんか普通に歩いててみたいな話で <laughs>。うん。そう。なんだろう。お金。お,お金でしたっけお金。うん。だお金の価値に関しても、やっぱ人それぞれなんじゃないですか。あ、そう。だから、久保さんがそのメルカリでなんか10円、20円の話してましたけど、そう、机がね、その、 あの僕、1000円で、ね、出そうと再出品しようかなと思ったんですけどもなんかその買いたいっていう人がいて,いてたんで、まあ、その再オファーしたんですよ、あのこの前おたりさんありがとうございますってって一応あのドタキャン食らったんであの譲れますけどどうしますってってでその人と昨日やり取りしててで、まあ、あの引き渡し日も決まって、まあ、結局、まあ、再出品しなくても良くなって。 まあ手間省けたなっていう。で僕,は僕は思ったのが、ジモティー売れるんだけども、まあ、今回ドタキャン食らいましたけど、なんかね、久保さん、501円でどうですかって言ってきたんですよね。<laughs> 501円でどうですかみたいな。<laughs> なるほどみたいな <laughs> で。僕は思ったのが、もう正直そのやりとりがめんどくさいなと思いましたねうん。その引き渡しまでの。 ハードオフ持っていけば、もう、カウンターに持っていけば、もう、まあ、もちろん、その、ね、安くあの買われますけども、もう買取カウンターに持っていけば、もう、終了なんで、査定して、終わりなんで、やり取り必要ないですよ。うん、でも、その、ハードオフに、今回は持っていけないんですよね。あの、机が、180センチぐらいあって、超でかいんで、机が。うん。で、その、GTR にも積めないし、 まあ、あとりあえず、決まってよかったですけどね。うん。そう。あ、なんすかね。まあ、世界に一つだけの話しときましょうか。<laughs> うん、そう。だから、なんだろうな。うーん。そうそう。昨日ね、金麦研究所っていう僕、ライブ、ただお酒飲んでやってるライブで、ま、あ結構ね、ちょっとね、悩んでたことを言ったりとかしてたんですよ。 うん、今、8人ぐらいなんですね。で、390円で8人ですよ。売上的には、売上的にどうなんだって話じゃないですか。390円で8人ですよ。いくらだ ?390 円で8人ですよ。だビジネスライクに言ったら、これ、3120円ですよ。ね、390円かける8人で。で、3120円プラに、 YouTube は手数料取りますので僕に入ってくるのが多分1000円後半ぐらいだと思うんですね <laughs> これどうしようかなと思って、まあ、今年の1月から始めてずっとやってるんですけどうんどうしようかなみたいなね思ったりしたんですけどまあ,あのやってほしいっていうね声がまだ残ってる人はねやってほしいっていう声があるんですよ だこれも結局、今の話につな、えー、げると、受け取りの価値なんですよ。受け取ってる人が、この結構ね、だから半分以上減ったんですよ。最初はあの、最初の人数は多分ね、20人ぐらいいたかな。うん。だけど、もう減ってるんですよね。だからもう本当に濃い人しかいないんですよね。だからもう本当仲間内ファミリーみたいな感じで。 で、その人たちっていうのは、ただ、その、お酒を飲んで,、ね、で、全然ビジネスの話にもなんないんですよ。なんか最初はビジネスの話の質問が来るかなと思ったんですけど、そんな来なくて。で、なんかやっていくうちになんか、もう、あ、これでもいいのかなみたいな。なんか、た,ただ、ただ酒飲んで、本当にあに、ぐっちゃべてるだけなんですけど。<laughs> ね、そう。でもそれでも続けてほしいっていうね。 だから他の人から見ると何の価値もないようなライブだと思いますよ。だからたなんだろうな友達と一緒に。